はい、えー、今日はですね、理科の星座についてやっていきたいと思います。よく出る星座については、えー、1つ目、星座名、2つ目、星座の形、3つ目、観察しやすい季節、4つ目、一等星の名前、5つ目、一等星の色の5点セットで必ず答えられるようにしておきましょう。 はいえー、今日は冬の星座からいきたいと思います一、えー、つ目こちら星座名はオリオン座です一等星の名前は2つあります、えー、左上からベテルギウスです右下が リゲルです一等性の覚え方は左上から右下にかけて髪を破くイメージで「ベリですはい2、えー、つ目はこちらですまず正座名は「 オイヌ座です一等星の名前はシリウスはい最後一等星の色は白色です 3つ目はこちらまず星座名は子犬座です一等星の名前はプロキオンです最後一等星の色は 白色です。はい、えー、あと二つほどですね、えー。冬の星座やっておきましょう。まず一つ目、えー、おうし座の一等星の名前はアルデバランです、えー。次、双子座の一等星は ポルックスです今回は冬の星座を、えー、まとめてみました。全部で5つ出てきましたね。よく復習しておいてください。はい、えー。本日も最後までお聞きいただきましてありがとうございます。よかったらチャンネル登録をよろしくお願いします。また。 ご意見ご感想などをコメント欄にお待ちしております。